皆さんこんにちは。こんにちは。平成28年4月号のようこそ市長室、今月も佐藤義之阿蘇市長にお話を伺います。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いいたします。さて4月に入り平成28年度がスタートしました。入学、就職、進学など様々な節目の春を迎えている方も多いと思いますが、実は先月3月28日 WebTV 阿蘇は開局10年目の誕生日を迎えました。おめでとうございます。ありがとうございます。佐藤市長が県内に先駆けて取り組まれたインターネット放送局、もう10年の歴史が刻まれました。市長、そもそも、なぜこのインターネット放送局を立ち上げ、これに取り組まれたのか、まずお伺いしていいですか。はい、まずもう10年もなったのかなと、改めて感無量であります。やっぱり10年前、就任した早々でしたけれども、やっぱり情報化の社会が今後だんだん進んでいくだろうと、だからそういう意味での取り組みをきちっとしていきたい、たまたま阿蘇市の中に、ちょうどテレワークセンターが立ち上がっておりまして、これは ICT 関連の事業をやっておりました。その機能をうまく結びつけることによって、いろんな動画発信とか、いろんな情報を合併をした阿蘇市を、どのように住民の皆さん方が見ていただいて捉えていただくのか、それがこれからのまず合併をした時の心を一つになる上の大切な取り組みであるということがあって取り組んでまいりました。その間においてそれぞれの市町村の取り組みはもちろんありましたし、それぞれの生活の中で町のさまざまな魅力の情報を動画サイトとして発信をしていきました。すごくこのことは合併をしたばっかりの、誕生したばっかりの新生阿蘇市にとって多くの皆さん方に理解をしていただいたものだと思っております。それと同時に私たちの先人からの財産であるこの素晴らしいダイナミックな自然景観をいかに発信をしていくか、でそこに人との関わり合いがいかに大事なものがあるのかということで取り組んでいきましたし、動画のサイト、動画の発信をすることによってより表現力も高まってくるし、またいろんな思いとかいろんな気持ちというのも伝わってくる、ストーリー性も出てきますし、そんなことで取り組んできた。それがもう10年も経ったということですから、もっともっと変化をして魅力のあるものにしていけるといいなと今思ってます。市長がおっしゃったように、阿蘇市っていうのはカルデラの、中に位置していて、もう見渡す限り360度四季折々の美しい景観を見せてくれま す, そ う, す、そういった自然の美しさもこの WebTV 阿蘇ではこれまでお伝えしてきましたが、またですね、 WebTV 阿蘇、全国のデジタルコンテンツの中から優秀なものが選ばれる第12回 AMD アワード2006、これでリージョナル賞を受賞しています。その当時は市長も受賞式に出席されましたが、当時振り返っていかがですか。すごかったですね。タキシードに行こうと、これがもう最初で最後なんですけれどもそんな緊張するところで表彰をいただきました。リージョナル賞というのは、いかに地域性の中にあってそれを取り上げているかと、いう大きな評価の中での部門でありますし、開局をしてたった1年でそれをいただいたというのはすごく嬉しい思いもありましたし、それと同時にやっぱり取り組んでくれたテレワークの多くのスタッフの皆さん、いっぱいいろんなことを企画も考えたり、いろんなことがあったと思いますけれども、そのおかげで素晴らしい賞をいただいたということで、すごく阿蘇市として感謝したいなと思ってます。これからもよろしく。もちろんこれからもよろしくお願いします。受賞式の当日はですね、どんな評価を皆様から聞かれましたか。そうですね、やっぱりいろんな取り組みがありますけれども、分かりやすいチャンネル構成であると、
いうこととか、うん、観光とかというものにあまり特化をしなくて、うん、自然とナチュラルに、うん、その生活のさまざまな様式を、うん、あの魅力的に、うん、具体的に取り上げているということが、あの今までにない取り組みであるという評価をいただいて、うん、あのいただいた賞です。はい、確かにあのテレビですのでね、はい、あのチャンネル構成や、はい、使いやすさも大切な要素かと思います。この WebTV アソでは観光、大自然、ニュース、食べるなど9つのチャンネルを持っていまして、はい、これまでの配信数は2150本、そのうちの看板番組もちろんようこそ視聴室は117本、はい、そしてフレッシュマンが109本で、地産地消クッキングは119本と、まあ、かなりの数も自慢の一つなんですね。うん、まあ、市長の部屋が今回で118回目の収録となります。まあ、すごいですね。ようこそ市長室は市長にとってまあどんな番組ですか？はい、そうですね、多くの市民の方はもちろんですけれども、はい、対外的に、主張しておられる方に対しても、うん、阿蘇市が今どういう取り組みをしているのか、うん、どんなことの取り組みをしておるのかという一番あの発信力の高い、ものだと思っております。うん、ですから今までたくさんの方に参加をしていただき、はい、登場していただきました。うん、それと同時に対外的にももっと阿蘇の魅力というものを発信をしていきたい。うん、春夏秋冬、はい、いろんな形といろんな顔をしてますし、うん、まだまだ魅力のあるものがたくさんありますので、うん、そういうものを発信をして、そして阿蘇にやっぱり来てみたいなとか、うん、で阿蘇の生活とか阿蘇をもっと楽しみたいなとか、うん、ということにこれからも力を入れながら、そんなみんなが共有できるようなものにしていきたい、そういう情報発信能力の高いウェブ TV 阿蘇ということをまた目指していきたいと思います。はい、ウェブ TV 阿蘇はですね、市民の皆様には、ね、ご自宅にありますお知らせ端末、テレビ電話でもですね、そうですね、はい、配信もされておりますし、うん、また YouTube 配信も、はい、始まりまして、市外にいらっしゃる方には、ね、スマートフォンなどの携帯端末でもご覧いただくことができますので、皆さんぜひ、視聴していただきたいと思います。なお、ウェブ TV 阿蘇開局10年目の記念事業といたしまして、4月3日日曜日、阿蘇神社横の門前町で、中町繁栄会主催のお座敷商店街に公開録画でお邪魔します。番組名は WebTV 阿蘇プラスの公開録画、午前10時から12時まで行いますので、皆さんぜひ遊びに来ていただきたいと思います。さて最後にですね、市長にお伺いしたいのは、まあ、いよいよ平成28年度がスタートいたしましたが、今年の阿蘇市づくりへの意気込みをお伺いしたいと。やっぱり人口が少なくなってまいりました。特に若い人の働く場所がないということは、日本全国でもそうですけれども、人、町、仕事という政府が取り組んでいる大きな今度プロジェクト、はい、政策がありますけれども、その中にやっぱりうまく阿蘇市も乗り遅れないようにやっていかなければいけない。そのためには今までのテーマパークといってもいろんなものがありますけれども、うん、建物を作って人を集客をしたりとか、うん、はい、あるいは造形物を作ったりとか、そんなことよりも、うん、私たちはこんなに素晴らしい資源と自然と景観というものをたくさんいただいております。それを大きなテーマパークとして、その自然を活用しながら守りながら、うん、多くの人に来ていただく、その中に交流人口がますます増えるであろう、それはもちろん国内外問わずそういう発信を先ほどみたいにずっとこの WebTV を活用しながらやっていく、その交流人口の中で仕事も生まれてくるであろうし、また活力のある社会もできてくると思っておりますし、ただ熊本県内だけではなくて広域的によその県とも連携をし合って、そのようなものの魅力のあるものを作り上げていく、ということをこの28年度の大きな目標にして、さらにそのことが継続できるような構成システムになるように力を注いでいきたいということを思って、
あの新しい切り口の中での新しい阿蘇の在り方というものをこれからチャレンジしていきたいと思ってます。はい、まあ、その少しでも助けになるように我々ウェブ TV 阿蘇も、はい、頑張っていきたいと思いますので、はい、皆さんぜひご覧いただきたいと思います。では市長、新年度初めてのクイズ、はい、あ、クイズはそうですね、先ほどの話の中にも出てきましたけれども、はい、UATV 阿蘇新しい新番組としてこれから放送するものが一つ増えてきました。あの古川さんがその総合司会とかそんなことをやりながら進めていきますけれども、その魅力のある新しい、チャンネルのその名前は何と言うんでしょうか。これがクイズです。はい、昨年の6月からですね、新番組スタートしております WebTV 阿蘇、ヒントは何々、ここにですね、そうですね、言葉を皆様には答えていただきたいと思います。はい、ようこそ視聴室、今月は開局10周年を迎えたインターネット放送局 WebTV 阿蘇について、そして新年度を迎えての市政への意気込みをお伺いしました。市長どうもありがとうございました。クイズの正解者の中から抽選でひばり工房からプレスハム 350g を2名様にプレゼントします。厳選した豚のもも肉をじっくり丁寧に作り上げたプレスハムは、ハムステーキにしたり、薄く切ってマヨネーズをつけたり、サラダなどにもぴったり。こちらはオンラインショップアソモで取り扱っています。ご応募はクイズの答え、氏名、年齢、ご住所、電話番号を明記してメールまたはお電話で答えをお寄せください。締め切りは4月28日木曜日午後5時までです。番組の感想などもお待ちしています。当選者発表は商品の発送をもって返させていただきます。前回のクイズの答え合わせです。個人番号カードのもう一つの英語の呼び方はの答えはマイナンバーでした。たくさんのご応募お待ちしています。